上海市は27日、新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を受け、電気などのインフラ関係や食品業など一部の業種を除き、市内の企業を来月9日まで休業させると発表しました。また、来月3日に予定されていた日本人学校を含む市内の小・中・高校などの授業の再開時期を17日以降にするとしています。 これにより現地の日系企業の活動や在留法人台湾では1月9新型肺炎の5人目の患者が確認されました感染が確認されたのは50代の女性で去年10月下旬に武漢市で仕事をしていて今月20日に台湾に戻り、その後発熱したということです 大量のウイルスが採取された武漢市の海鮮市場には行っていないということで台湾当局は感染ルートなどを調査しています。